ここからは原子核の中に潜むエネルギーについて理解をし、原子核の安定性を議論します。まず具体的にヘリウム4の原子核の質量に注目してみましょう。陽子2個と中性子2個がお互いに影響を及ぼさないほど自由な状態にあるときの総質量と比較したとき、全く同じ質量であれば何ら疑問は生じなかったはずです。ところが、 質量にわずかな差があることが分かっています。実際計算で確認をすると、ヘリウム原子核の質量は 4.0015U になります。一方、陽子1個の質量は 1.0073U。中性子1個の質量は 1.0087U でしたよね。すると、各子がバラバラの状態での合計の質量は 4.032U と計算ができて、 原子核としてまとまっている状態より各種バラバラの方がわずかに重いことがわかります。これはヘリウム原子核に限ったことではなく、2個以上の各種でできているすべての原子核が各種バラバラの状態の方がわずかに重いことがわかっています。この質量差のことを質量欠損と呼びます。さて、なぜこの質量欠損が生じるのでしょうかその答えを アイインンシュタインが用意ししていました。1905年ドイツのアインシュタインは特殊相対性理論から導き出される結論の一つとして質量とエネルギーの透過性を解きました。あまりにもシンプルなこの質量とエネルギーの関係式は自然科学に対して多大なインパクトを与えていることは説明するまでもないでしょう。アインシュタインは質量はエネルギーの一形態であり 質量はエネルギーに、エネルギーは質量に変わり得ることを示しました。具体的に、質量 M はエネルギー MC 二乗に相当するというもので、静止している質量 M の物体は存在しているだけで MC 二乗のエネルギーを抱えていることになります。そして、この静止時に物体が持つエネルギーのことを静止エネルギーと呼んでいます。でこの式を導く過程については、 入試で問われることがないことから、将来の諸君の学習に委ねたいと考えています。さて、質量とエネルギーの透過性を認めたとして解説を進めていきましょう。質量とエネルギーが等価であるとすれば、原子核の質量がバラバラの核子の総質量よりも軽い理由は、次のように説明ができます。核子は強い力の一種である核力によって結びついています。 これを完全な自由な状態の各子にするためには、当然外から仕事をする必要があります。原子核をバラバラの自由な各子にするために必要なエネルギーのことを結合エネルギーと呼んで、僕の授業では EB と書くことにします。それ字の B は結合を意味するボンドの頭文字になります。各子をバラバラにするときに結合エネルギー分の仕事をする。 つまり、エネルギー EB を加える必要があります。アインシュタインの理論によれば、これが質量へと変わり、加わることで、バラバラの各子の方が重くなると説明されます。そして、静止エネルギーの公式から、質量欠損デルタ M と結合エネルギー EB は、この関係式で結ばれることも理解できるでしょう。逆に、バラバラの各子が結合して、 このように原子核を構成する過程では、結合エネルギーに相当する余分なエネルギーが電磁波として放出され、デルタ M だけ軽くなることも分かっています。でこの結合エネルギーは、核子数が多い原子核ほど大きくなるのは当然ですよね。例えば、重水素、鉄、それから鉛を比べたとしましょう。それぞれ、これは核子2個で。 これは56個で、これは208個でできていますけれども、結合エネルギーはこれは2個をバラバラにするために必要なエネルギーだし、これは56個をバラバラにするために必要なエネルギー。これは208個をバラバラにするために必要なエネルギー。それをそれぞれの結合エネルギーというわけですね。当然、核子数が多ければ多いほどバラバラにするのにたくさんのエネルギーが必要ですから、結合エネルギーの大小順はこうなります。 ところがですね原子核の壊れにくさを比較する場合には1核子当たりの平均結合エネルギーを比べる必要がありますつまり例えばこの3つのですね、えー、原子核の丈夫さを比較する場合にはそれぞれの結合エネルギーを、まあ、それぞれのこの核子数で割って1核子当たりの平均結合エネルギーに直してその数値を比較しなきゃいけないんですねでその数値が大きければ大きいほど より壊れにさまざまな原子核に関して、えー、そのェアあたりの平均結合エネルギーをグラフにするとこのようになりますグラフの傾向からこの辺り中位の原子核ですね、えー、具体的には鉄とかあるいは原子番号が28のニッケルあたりが安定で壊れにくいということが分かります 地球上に鉄が豊富に存在することの理由がこの辺りにあるわけですね。これらの元素よりも重くても軽くても不安定な原子核になります。これは人間の世界に大いなる類似点を見出すことができます。例えば、巨大な企業や大きな国を思い浮かべてみてください。かつて世界を二分していたソビエト連邦は、 その大きさのゆえに歪みが生じ、勝手に崩壊して現在のロシエやバルト三国などに分裂をしましたよね。大きすぎれば内部での対立やストレスによる不満は膨れ上がり、いつしか勝手に分裂をして安定化を図ろうとします。原子の世界でも大きい原子核は陽子同士の空論積力の影響によって壊れやすく、放っておいても 自発的にに崩壊してて軽いい原子核に姿を変えていきますこれを自然崩壊とか放射性崩壊と呼んでいます。一方、現在のヨーロッパの中の欧州連合、通称 EU の歴史を思い出してください。昔は一つ一つの国が小さく、世界に対する発言権や影響力が乏しかったこともあり、 何十年もの歳月をかけて話し合いを続けて1999年にようやく通貨を統合してユーロを導入しましたよね小さな国々はまとまって大きくなろうとする傾向がありますがその道のりは非常に険しく簡単に大きくなれるものではないのです原子核の世界でも小さな原子核が安定な原子核になるためにはいくつかの原子核がまとまって大きな原子核になる必要があります これを核融合と言います。しかし、プラスの電荷を帯びた原子核同士は、接近すると空論積力が働くためになかなか核力が作用するまでの距離に近づくことができず、簡単には融合してくれません。つまり、核融合が起こるためには一定の条件が必要で、勝手にそこかしこで核融合が起こることはないのです。ちなみに、 ちょっとこのあたりによく注目してほしいんですけれども軽い原子核の中で特に際立って安定な原子核がありますねこいつですそれがヘリウム4なんですねこの、えー、陽子2個と中性子2個でできた原子核は軽い原子核の中で極めて安定な原子核になりますでこのことは人間社会にも当てはまるんですね例えば 女二人のユニットを想像してみてください。古くはピンクレディ、ウィンク、アミンなどがいましたね。案外仲が悪かったなんて噂聞きませんか女二人だけのユニットはとってもとっても脆いんですね。ところがそこにカバちゃんとか、あるいはマスコデラックスみたいなオカマ二人を加えてあげると、恐ろしく安定なグループになるんです。これ冗談で言ってるわけじゃないですよ。 女はね、オカマのことを警戒しないし、オカマも女に興味がないんでね、近くにいてもそれほど違和感も嫌悪感もないんですね。また、女同士の諌かいがあっても、オカマがおだまりなんてね、叱ったりすることで、関係悪化を未然に防ぐことができるようです。オカマが女の間に割って入ることで、女同士の距離をいい感じに保ってね、まあ、そこそこ安定な仲良しグループができるんですね。でこれがね、女三人、カマ一人とかね、 1> 女一人、お釜三人だと、ちょっとバランスが悪いんだよね。まあ、これからテレビを見るとき、よく観察してみてください。僕の言ってることが本当だと気づくはずです。なんでそんなに詳しいかってそこは教えられませんね。ということで、ヘリウムヨンは、中性子二個が接着剤として、程よい役割を果たしているため、頑丈な原子核になっていることを覚えておいてください。 それでは、まず重い原子核が自発的に崩壊する放射性崩壊について学んでいきます。